こんにちは。ウィークエンドケアの時間です。今回も郡山、いわき、青森、八戸、盛岡、仙台、タウン形成外科クリニックの石原先生にお話を伺います。よろしくお願いします。クリニックに寄せられた美容医療に関する疑問・質問の中から石原先生にお答えいただきます。はい、わかりました。それでは30代女性会社員の方からの質問です。いろんなダイエットを試して体重は減ったのですが、ヒップと太ももの内側の脂肪だけは落ちませんでした。脂肪吸引ならきれいに痩せられますか、という質問です。はい、そもそも、体の皮下脂肪の分布と脂肪細胞の数のですね、幼少期から成長期にかけてだいたい決まってしまうんですね。ですから例えば、ダイエットとか、運動で痩せてもですね、その皮下脂肪の分布は変わらないので、どうしても、痩せにくい場所があったり、人によってはですね、痩せにくい場所があったり、逆に、リバウンドするとまたそこから皮下脂肪の多いところから突き出すっていうのはいらっしゃると思うんですね。ですからこの方のようにどうしてもヒップと太ももの内側だけ減らしたいといった場合は、脂肪吸引というのは部分的に皮下脂肪を減らす治療なので、効果的なのかなというふうに感じますね。で、全体でね、体重を減らすのはやはり運動だとか食事制限が大切ですが、部分的に皮下脂肪を減らす脂肪吸引について、ご希望の方、お悩みの方はですね、いろいろと手術の内容と、リスクも含めてきちんと専門医にご相談の上、治療を選択されたらいいと思いますね。先生、ありがとうございました。